おはようございます。今日もご質問にお答えしていきたいと思います。お名前のどごえおさん、性別男性、タイトル呼吸の感覚について、内容こんにちは、いつもブログと動画を参考にさせていただいてます。支えが大事と知り、今呼吸を練習しているところなのですが、いまいち感覚が分かりません。胸を張って深く息を吸うと溝落ちの下が膨らむのですが、その時おへその下はむしろへこませているような感覚があります。これは胸に息が入ってしまっているのでしょうか、胸は張らない方がいいのでしょうか、というご質問です。胸を張って深く息を吸うと溝落ちの下が膨らんで、でその時にはへその下はむしろへこませているような感覚がありますっていうのは、これはもう間違ってますね。これは胸に息が入ってしまっているのでしょうか。まあそれはちょっとわかんないですけど、だから胸に息が入ってるというのはちょっと言い切れないんですけども、胸は張らない方がいいのでしょうか。胸を張って歌うっていうことはあんまりないかなっていうふうに思いますね。これ僕よく生徒さんたちに言うんですけども、発声って人間が楽して歌おうとした時の動きと真逆になってくるんですよ。例えば高音に行った時って重心が上に上がると思うんですよね。重心が上に上がってこういう風になってしまう人って、よっぽど発声のこと分かってない人かもしれないですけども、でもたまにいるじゃないですか、あの合唱とか。僕とかあの昔合唱とか別に部活でやったわけじゃないですけど、合唱とかやるとこうなってる人とかいましたよ。それなっちゃうんですよね。大きい声出そうと思って反ってしまうとか、重心が上に上がってしまうとかもそうですね。背伸びしちゃうとか、ああいうのは重心が上に上がってる証拠なんですけども、ああいうの全部逆ですから、高音に行ったら重心は下に下がるし、胸は反るというよりもどっちかというと丸くなることが重要じゃないんですけども、背中を開くっていつも僕言うじゃないですか。呼吸を吸った時は背中のこっちが開かなきゃいけないと。こっちが開いた結果って絶対どっちかというとこう丸くなるんですよ。ただ猫背になっちゃダメですよ。だから背中に息が入った結果、少し背中の方は丸くなってる感じ。でも首は当然まっすぐじゃなきゃいけないし、だからこういう風になる、こういう感じじゃないということですよ。で、息は僕いつもこのあばらの下って言ってますけど、当然こっちの丹田の方まで息がしっかり入らないといけないんですけども、丹田っていうのはへその数センチ下のところですよね。そこの丹田の方まで息はしっかり入らないといけないし、息が深く入った感覚っていうのはすごい太ももの方にも入ってる感覚があれば、お尻の方にも息が入ってる感覚があるぐらい深く吸わなきゃいけないんですよ。ただ胸には息入ってないんですよ。ここにしっかり息が入った時の感覚っていうのはそういう感覚になるんですよ。だからその丹田の方が引っ込んで溝落ちが出るような息の吸い方っていうのは基本的には間違ってると思ってください。ちゃんとこの前だけじゃなくて、むしろこの後ろですから、いつも言ってますけども、後ろの方すごい重要になってきますから、このあばらのここの方ですね、後ろもすごく重要になってきますから、ここを広げるような感覚で息吸って、それと連動してこっちのうなじの方までしっかり空いてくるような感覚があると、そういう状態で息を吸えるようにコントロールしていっていただければと思います。はい、今日も参考にしていただければ嬉しいです。ありがとうございました。